でもこういう犬種類とかあるんですけど、これドイツ製なんですね、この辺のものとか。おお、ほうほう、この辺ドイツ製のものなんですよ。メイドインジャーマニーって書いてあるんですけど、メイドインジャーマニーって書いて、黒でかっこいいですね。壁面とかそういうところをこれでいっぱいにするとめちゃめちゃ有効にスペースが使えるようになるっていうので、これは今すごく注目の商品です。あと、あ、パナソニックもあんねや。パナソニックはこれ、この間佐田くんが欲しいって言って、あ、はいはい、入れたやつだと思う。芸人の有名な方です。ディーンコーナーがあったり、そうです、これディーンなんですけど、はい、あとその、まあ、ディーンでもこういう犬種類とかあるんですけど、これドイツ製なんですね、この辺のものとか。おお、ほうほう、この辺ドイツ製のものなんですよ。メイドインジャーマニーって書いてあるんですけど、メイドインジャーマニーって書いてある。黒でかっこいいですね。これは一部クニペックスを作ってる工場で作ってるんですよ、はい、でこれはもうプチ社長に紹介してもらって、僕ディーンのペンチ類をドイツで作りたくて、でそれでプチさんにお願いしてドイツで作りたいんだけどって言った時に、なかなか結構難しかったんですけど、工場長をプチ社長がちょっと日本でこのペンチ、はいはい、ぜひドイツで作りたいっていうね、僕は協力したいって言ってもらって出来上がったっていう。これもちょっとこうね、この黒めっちゃかっこいいね。電気屋さん結構黒好きなんですよ、はい、でもやっぱ赤とかオレンジとかが多くて、うん、これはかっこいい。あ、これラジオペンチとペンチが合体したようなやつですか。そうですね、これは今人気の小さいサイズで、はい、これまさにラインマンズプライヤーって言って、はい、もう電気屋さんにすごく人気の、はははは、はい、電気屋さんに結構特化したプライヤーになってます。この切断能力とかもクニペックス、そうですね、もうドイツと同じような、はい、ここ僕らですわ、はい、これそうですね、電気の皮むいたり、はい、これは前ナンバー店に撮らせてもらいました、はい、これめっちゃすごいですね、はい、そうですね、カプラ抜けにくい時にあるやつ、制御業界の人とか使えそうですね、はい、次がミルウォーキーコーナーですね、はい、これね、多分買えるミルウォーキーさんのショースペースってこんなでっかいとこないと思うんですよ、はいはい、ここ全部買えるんですね。へ、在庫もあるんで持ち帰りができると。で最近電気屋さんもハイエースとかで、はい、そういうところにこのパックアウトのシステムを入れて、それで現場行かれる方多いじゃないですか。カタログで見ると感覚とかくっつけ方とか分かんないと思うんですけど、これ全部できるんです。やっぱり店舗で置いてでもちょろっとっていうのが多いですもんね、はい、なかなかこれだけはないんじゃないか、はい、今回多分他でほとんど見たことないのがこの壁面のやつなんですよ。はい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 、はい、でこれって、まあ、要はその自分のガレージとかで製品をこうやって整理しておくっていうだけではなくて、ハイエースの、はいはいはい、こう縦に置いた時、壁面とかそういうところをこれでいっぱいにするとめちゃめちゃ有効にスペースが使えるようになるっていうので、これは今すごく注目の商品です。ハイエースの横にコンパネとかを貼ってこういうのをつけていけますもんね。そうです、横のスペースデッドゾーンになっちゃうんで、はい、確かに有効活用です。こんだけのバリエーションって多分どこにもないので、見た時にこうイメージもしやすいと思います。これはここに在庫があればすぐ買って持って帰れるんですか、はい、持って帰れるものもあるし持って帰れないものもあります。あ、はいはいはい、まあ、それは後で送らせていただく形なんですけど、はい、このバッグも全部あるのとかあんまないですよね。すげー、こんな品揃えは正直見たことないです、ね、はい、こういう僕らが工事で使うツールバッグもあるし、あ、これさっきのと同じですね。そうですね、そのままガチャガチャって持っていく。ライトとかもあるし、でこれもないですよね。ないですね、ほぼ見たことないと思います、はいはい、すげえ、こんだけ置いてあると。 あとボッシュですね。これ今回電動工具は、はい、ミルウォーキー、ボッシュ、デオルトっていうですね、やっぱファクトリーギアって海外ブランドが多いので、はい、まあ、ボッシュなんかも豊富に取り揃えてあります。なんでファクトリーギアでボッシュが人気なのかっていうと、はい、ボッシュってもともと自動車パーツメーカーじゃないですか。車に使うバッテリーで得られた知見を工具に使ってるんで、はいはいはい、彼らのバッテリーは自社製品なんですね。ほとんどの電動工具メーカーのバッテリーって自社で作ってないんですけど、ボッシュはやっぱり自分のところで作ってるって、まあ、信頼できるっていうか、だから車業界でめちゃくちゃ人気があるっていうのは、そういうちょっと背景もあります。それで人気があるんですね。あとグラインダーとかも通常はその安全装置っていうのが、はい、そのトルクが落ちたことを検知してセーブするんですけど、はい、ボッシュっていうのは跳ね上がった瞬間にその跳ね上がりを検知して、その跳ね安全装置が働くっていう、はい、これ仕組みになってるんで、まあ、ボッシュプロテクション、他のメーカーさんとは違う安全性があるっていうのと、人間の手の形とか動きに合わせて、まあ、持ちやすく、あとバランスがすごい整えられているので、ちょっとまた日本の電動工具とは違ったその特質があります。強いだけじゃなくて安全も考えられてるん で、 そ う、 で、ね、そういう面があります。僕らも安全安全ってやっぱ言われるんで、はい、大事なところですよね。そうですよね、はい。
あとはまあ貢献さんもあるんですけど、見たことがないネジが出てきちゃった時は貢献さんが助けてくれます。じゃあちょっと皆さん覚えておいてください。見たことがないネジは貢献さん、はい、ここにね、そう今ね、いろんなネジがありますよ。その辺も全部55っていうサイズのソケットなんですけどこれなん使うことあるんですか？ないですね。だけどまあなんか大きな建物の基礎部分とかそういうところで使える。へえ、はい、50キロぐらいある。50キロあります。はい。あとバーコさんもこれ、こんだけ大きなものなかなか見れないので。バーコさんはあのラチェットとかが人気なんですかね？まあ、バーコさんってスナッポングループなので、まあ、スナッポンと同じようなラインでこうキャビネットとか作ってるんですけど、まあ、非常に今人気です。僕らもその工場製作とかする人はこれ結構人気です。あ、そうですよね。はい、盤作りとかされてる方、はい、ここはそのモンキーとかよりツールキャビネットとか大型のものを中心になかなか通常置けないものをここに置きましょうということで今回バーコさん、ここあれは筋トレのやつですか？あれは違うんですよ。あれはこれは何、これジャッキなんですよ。四輪のタイヤの下に引いて、はい、こうやるとこれがこう狭まっていくんですけど、タイヤが上がっていくじゃないですか、はい、それで4つのタイヤを浮かして手で回せるようになるってやつなんですよ。すげえ、こんなんもあんの。社長は車が好きでファクトリーギアを始めたんですか？全然。あ、全然ちゃうんですよ。であとはまあ溶接機って使えます？電気たまに使います。これはもうあの家庭用電源でそれでいける。スズキット 100V でいけるのはだいぶ助かりますね。これは100じゃないですね、200両方いける。電気屋で溶接する人はね、こちら使ってみてほしいですね。あ、バンドソーとかもあるんですか？ありますね、はい、結構珍しいんですか？あんまりこんだけ置いてあるとかないと思いますけどね。まあまあ本当ないと思います。はい、はい、ええ、ほぼフルラインナップに近いというか、まあ、大体売れ筋のものは全部ありますから。で、まあ、あと通常はネットでしか買えないようなものも店頭でこれ特別に買えるようにということ で、 これですか？ 39,800円のこれ全部なんで。そうです、はい、そうか、7万するのがこのファクトリーギア価格、はいはい、こういうのもあります。で裏見ていただきますと、あ、人気のはい、デオルト。これもパックアウトと同じようにシステムのものと、はいはいはい、あと電動工具も置いてあります。でアネックスもあるんですね。まあ、あの電動工具多いんで、両トビットほぼアネックスさんのものをまとめて。デオルトの電動工具置いてる店もなかなかないですね。そうですね。で、まあ、デオルトもそうだしミルウォーキーもそうなんですけど、やっぱり最近一気に日本でこう浸透してきたっていうのは、はい、やっぱり正規品としてこう入ってきたっていうのが大きいんです。今まで並行物あったんですけど、はい、まず並行物ってイリーガルなんで、はい、まあ、コンセントとかなんか全部認証を得てないものだったりとか、はい、日本って 100V って言ってるけど夏場になると 80V とかに電圧降下するんですね、はい、でアメリカはやっぱり 120V とか以上で使われてることが多いので、そこでトラブルが起こるっていうので、火災事故が発生したりとかそういうことがあったりしたのと、あとやっぱり壊れやすくった時にアフターがなかったっていうん で、 でそれが並行ものじゃなくて正規品が入ってきたことで一気に安心感が広がってこう広まっていったっていう背景があるんですよ。今はじゃあ日本でも対応してもらえるというか、っていうか日本の正規代理店で買ったものは正規品なんですけど、何かあった時は非常に怖い。あーは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 ー。っていうのはこれそういうのがない。正規品を置いてるんでここで買ったら後々のことも安心やということ で、 で、はい、また相談に来れますもんね、はい、でファクトリーギアで、まあ、レジの登録別に住所とかなくてもいいんですけど、お名前と電話番号登録してあれば全部履歴が残るんで、レシートまとめとくとか、はい、そういうことしなくても、はい、全店でアフターサポートできます。はー、はい、電話したらいいんですね。そうですね。で、まあ、持ってきていただいてもいいしです、はいし、はい、大丈夫です、ね、後々のこともきちんと考えてくれてるということで、はい、安心して買ってください。天井の方でご作業されることすごい多いと思うんですけど、何これ、ちょっと見せていただいてもよろしいでしょうか、はい、トイレ行きたい、トイレ行きたいトイレ行きたいアパレルショップとかで買えないですよ。ユニバーサルオーバーオールさんが今売ってるような普通のお店では買えない T シャツ。とりあえず面白くしたいです。